タイラー・ジェームズ・クロイドは、アメリカ合衆国ネブラスカ州、サーピー・グンベルビュー出身のプロ野球選手、ウトを右ミギ現在は、フリーエージェント。2008年の MLB ドラフト18巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、6月11日に、契約。2012年は、A 級レディング・フィリーズとトリプル A 級、リーハイバレー・アイアン・ピックスで15勝1敗。 防御率2.26を記録してフィリーズの最優秀マイナー投手に選ばれた。同年8月29日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビューを果たした。9月3日のシンシナティレッツ戦でメジャー初勝利を挙げた。2013年10月2日にウェーバー工事を経てクリーブランドインディアンスへ移籍した。同日にクレイ・ラバダがディーフとなったため40人はク入りを果たした。 11月25日にリーフとなり、12月2日に FA となった。12月13日にマイナー契約を結んだ。2014年は参加のトリプル A 級コロンバスクリッパーズで27試合に登板して10勝8敗、防御率3.89、118奪三振を記録した。2015年1月6日に自由契約となった。 2015年1月8日に久保のサムスンライオンズと年俸55万ドル、契約金10万ドルの1年契約を結んだ。サムスンでは11勝を記録したがこの年限りで退団。2016年1月22日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースで4試合に登板して1勝1敗。 防御率1.37、17奪三振を記録した。オフの11月7日に FA となった。2017年4月7日に独立リーグアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約した。3試合に先発登板して防御率1.50、16奪三振を記録した。2017年5月12日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び、 参加のトリプル A 級タコマレーニアーズへ配属された。6月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月9日のトロントブルージェイズ戦の7回表に4年ぶりにメジャーでの当板を果たし、1回を無失点に抑え、その恨み方が逆転して勝利投手となった。だが、翌10日にマイナーオプションでトリプル A 級タコマに降格し、21日に アンドリュー・ムーアの昇格に伴って、リーフ、22日に40人枠外となった。2018年1月13日に、マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月8日に、メジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。この年メジャーでは7試合に登板して、防御率8.66、13奪三振を記録した。 レギュラーシーズン終了後の10月11日に40人枠外となり、翌12日に FA となった。86から90マイルパーアワーのフォーシーム、84から88、マイルパーアワーのツーシーム、82から869、マイルパーアワーのカッター、75から79、マイルパーアワーのカーブ、79から83、マイルパーアワーのチェンジアップを投げる。 球威があまりなく、フライボールピッチャーであるため被弾が多くなりやすい。ありがとうございます。